カットボールです。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、1、2番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはファイターズの先発、久貫が札幌ドームのマウンドに上がります。やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうか、バットに当たりませんでした。バッターボックスには5番大谷。ファイターズこの回先制しています。これが初球、入らなかった。そう、またファウル。いたか。あー、いかんか、くそ。ホームランじゃん。ホームランじゃん。いや、ツーベース。7位がホームランじゃんだよ。ホームラン、ホームランじゃんのツーベースか。何だこれ。今わからん。今ホームランって言ったでよ。打席には5番バッター大谷。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを、今のはいったね。これはいった。当たりは逆転のツーランホームランです。日本ハムファイターズ今シーズン第9号のツーランホームランになりました。逆転に成功しました。この回の日本ハムファイターズ3対2。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。ここで逆転に成功、流れを引き寄せました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。さあ、初球は何か。ツーベースヒットを放っています。まあ、甘い球は見逃さないですよね。さあ、そして打席にはハーミッタが入ります。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、一打勝ち越しの場面となっています。まあ、この辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですよね。バッターボックスのハーミッタ、今シーズン得点圏でのライトへ、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球する、ライト前ヒット。ハーミッタ今日のヒットがここで出ました。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。まあ、そうですね。これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあ、そしてバッターボックスにはレアードが入っています。まあ、チームとしては期待できるバッターですからね。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつながっていますから、このチャンスで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね。左に切れてファウル、中間守備で来てますから、どこにレフトへ、ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰っていきました。ファイターズ勝ち越し4対3。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。見せてくれました。勝ち越しに成功しています。そうですね、理想的な形ですよね。打順は2番大谷、チャンスが広がっています。さあ、ファイターズリードを広げるチャンスです。打ちました。セカンドを右抜ける。セカンドランナー3塁でホームで、バッターランナーは2塁でストップ。
後半再開発打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は西さん打撃で通しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますよ今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったファイターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが大勝ということになりました。今日の解説は富山聡さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。